こんにちは、岩田書店の岩玉です。毎週火曜日更新の岩ラジオは、北海道で1万円選手をやっている岩田書店の中の人である岩玉がただ喋るラジオ番組となっております。お食事の支度中、移動の車の中、作業中のながら聞きのお供にどうぞお楽しみください。はい土日でまあまあ食べ過ぎて、もう体重計に乗ることすら諦めたダメな女です、岩玉です。それでもね、ダイエット中なんですよ。もうこれ言うことが大事だから、もう言い張ってくもうね、言い張ってくわけ。はい。でまあなんかお客さん、常連さんさ、これなんか買ってあったけど飲まないからってチューハイ2缶くれたりとかさまあ別の日にはその人もなんかこれ飲まないからって言って、あのスパークリングワインくれたりさ、全部綺麗に飲んでるけどね、ありがとうそんなね、本当になんていうか酒、いやそんなに飲んでないんですよ。毎日コツコツ飲みたいなと思ってるだけでだからビール1本で終わればいいんだよね。なんかスルーっと飲んじゃって、もうさ、もう1本ってなっちゃうから、もうそっから先はさ。それでも昨日の夜は私はもうお腹空いたな、小腹空いたな、ビールも飲みたいなと思ったけど、我慢して寝たから超偉いと思っている。少しのいいところを褒めていくわけです本当ね。いやー、それにしてもあの昨日のジャンプをね、朝一で2冊があって買ってった人がいて、あれ今週どうしたと思ったら、夕方にまたジャンプ売れて、でそうこうしてるうちに月曜日にジャンプが売り切れて、でまた来た人にあれジャンプはって言われて、ごめん売り切れちゃったみたいな。え、そんなことあると思って、今週何乗ってたってなって慌ててみたんだけど、いやー、なんかなんていうの、付録がついてるとかさ、なんかそういうすごいやつだったらなんかわかるなって思うんだけど、もうなんか何ってわかんなくて、もうね、情報に疎いだって普段うちでそんなにジャンプ買う人いないっていうかさ、その言い方悪いけど、なんかもう予約してまで買ってる人しかいないっていうの、もうコツコツ毎週買いますよみたいな、配達とかね、そういう人しかいなくて、店頭にフラットジャンプを買いに来るって人がまあ少ないわけよね。だって普通にコンビニとかで売ってっからさ、だからなんでそんな売れたっていまだに答えがわからないまま、何かわかる方はお知らせください。あとこの前の V ジャンプもそうだった。朝一でバッて買ってって、あれは多分遊戯王カード、もうそれもわかんないわけずっと多分って言った多分ねみたいな。V ジャンプだったらまだ付録ついてるから、あ、付録かなって思うんだけど、普通のジャンプだったしさ、いやもう何もわかんない本に関する有益な情報ぜひあればお寄せください何屋さんですかっていうね、この語りかけですけれども、本当に。例えば土曜日はあれだったんですよね、運動会、小学校のだったんですけど、6度 ?8 度朝日、一番上がっても多分12度ぐらいだったんじゃないかな。もうあっ、朝一寒くて、もうあんな小学生たちが なんていうの、下も上も長い、ね、長袖長ズボンみたいなさ、ジャージ着てほとんどそうだった。半袖短パンってね、1人か2人ぐらい、いや、いるよね、学年にそれさ、元気なやつ。学年っていうか、全校でだわ。全校で一人二人はいたかなーっていうね。あとは、どっちか半袖とかはいたけど、いやー、だって、開会式の時、子供たちが震えてんだからね。もう風も吹きさぶ。だから、もういろいろね、ブランケット持ってったり、北海道貼ってったり、温かいお茶持ってったり、まあ、工夫しましたけど。寒かったー。昼近くにようやくちょっと太陽が差してくる瞬間があって、あ、太陽ってめちゃくちゃあったかいみたいになってね、太陽ありがとうみたいになってたからね、やばいわ。そんな、まあ、運動会も無事に終わりました。なんか
ほらお弁当とかもなくなって、なんていうの、楽ちんになった、うん、前の日に場所取りして当日行って、うん、楽しかったねで終われるので、まあ、非常に親的には楽です。どうしても天気が絡むので、まあ、その日にやるかやらないか問題とかはあるけど、まあね、うん、でもお弁当を作らなきゃいけないでやるかやらないか分かんないっていうよりはずっといいなと思って、うん、まあ無事に、寒かったけど終わりました。で何年かぶりに、去年から復活した借り物競争、高学年のね、5、6年生のあって、いやー盛り上がるね、うん、去年も面白かったなと思ったけど、今年も2回ほど全力ダッシュしましたね、なんていうの、お題もさ、本当に限定的っていうか、なんていうの、担任子供がいる人とか一人っ子の人とかっていう、その事実っていうの、事実系のやつから、キノコよりタケノコ派の人とか、あとパンよりご飯派の人みたいな、そういうふわっとしたやつとかもあって、ね、面白かったですよ。あとは限定的といえば、一番最後に校長先生って出てたのがなかなかオチがついててよかった。校長の全力ダッシュっていうのを見たからねいいと思います。あれはまた来年もぜひねやっていただきたいなと、うん、思います。そういえば先だっての先だっての日曜日に、私はお会いしてないんですけど、十勝の方の高校の新聞局さんが、社長のことをね、まあ、そして本屋、若者の本離れについてって言ったかな、まあ、そういったテーマで、取材に行きたいと、わざわざね遠くから来て、取材されてたみたいです。私はねお会いしなかったんですけど、そんななんかさ、授業とかじゃないのにそんななんかすごい頑張るんだっていうさ、そだってめっちゃ何百キロも離れてるからね、すごい山なん峠越えてくんだから、だからさ、そう先生連れてくる先生とかもすごいし、なんかね、いやなんか熱心だなと思って、いやすごいよね、なんか、うん、少しでもね身があるあれだったら、うん、よかったんだけどね、どうだったんでしょうね、わかんないですけど、うん、まあそんなこともあったり、あとは本を送った道内のお客さんでしたね。大変大変に素晴らしい本をね、ありがとうと。つきましては、私の作った手作りのシフォンケーキをお送りいたしますので、皆様でどうぞとかって、本当にごちそうさまでした、ありがとうございます。まだ食べてない、今解凍してるいただくために、ね、そう本当になんかさ、いや普通になんか、なんていうの、普通の値段で送料をもらってね、普通に本を買っていただいただけなんですけど、まあそうやってね言ってくださる方がいるっていうのは本当にねありがたいことですと思います。なんていうかな、物事ってなんていうの、受け取り方っていうの、どんな人がさね、もう本当にたくさんの人がいいよって言っても、なんていうの、それをいいものとして受け取れない人もいるじゃん。まあ全然今1万円成長関係ない話してるんだけどさ、うん、突然話始まるじゃんだから、ね、みんながいいって言っても絶対に嫌だっていう人ももちろんいるし、なんていうんだろう、自分からさ、そのなんていうんだろうな、よく受け取るのを拒否してる人もいるじゃない。なんか素直にあれすればいいのに、なんかこううがって見てしまうとかさ、なんかこう文句つけたいみたいなさ、なんかそういうのは嫌だなって思う。ネット上にほら匿名ツールでなんか言ったりさ、書き込んだりさ、ねえ、いやなんかそのね、その人それ、その人にだってもちろん事情はあるんでしょうけど、なんかこうね、難しいなと思って、自分から理解しようとしてないっていうか、なんかいろんなものを放棄して、あれはダメだこれはダメだっていうのはなんか楽しくないなと、まあ昨今のいろんな話を聞きながら思うわけでございます。はいね、本当に一万円選手いろんな方が受けてくださってるので、
いろんな職業の方もいらっしゃいますしね、いろんな悩み抱えてる方もいますし、本当人それぞれだなって思う。いろんな人がいるなって、一人一人違うなみたいな、そういえば全然話はあれですけど、今日なんか普通にお店にバーンって突然来られた、あまり見ない感じの、お客様がいらっしゃって、いやもうちょっと普段全然本読まないんだけど暇だ暇だっていう、こうちょっとね、寝てるだけで暇だっていうから、なんかちょっと選んでもらおうと思ってっていうね、もう頼もうって感じの入り方、バーン入ってくるなり、わーって社長にそれを言ってそれで、もう社長もね、年齢はって言うから、60代みたいな、なんかそういうね答えるみたいな、そういう感じでやってたんですけど、でまあなんかいろいろ別にその暇してる方がいらっしゃるので、本をね、本でも普段読まないけど本でも読んだらどうだいみたいなことで持ってってあげると、でも普段読まないし自分もそんなに、本わかるわけでないから、しかもねなんかあげるね、差し上げるもんだから選んでほしいみたいな、こういう時はね、腕の見せ所じゃないですかと思いつつ片耳で聞いてましたけど、私は違う仕事しながら、そういう時に誰に聞くかによってもさ、どんな本勧められるかね、私だったらきっとこうだろうなみたいな本とかもあるし、社長だったらきっとこの辺行くだろうなっていうね、まあお買い上げいただきましてね、ちょっとでも面白いなって思ってもらえたらいいなと、思います。そうだよね、寝てたら暇だよね、わかる。私も読みたい本山のようにあるから、いやでもかといってな、なんか寝てて動けないっていうのはちょっと辛いしね、難しいとこですね。だから本は読もうっていう気になって読まないと字はなかなか読めないので、頑張って読みたいです。はい、そうそうそう、全然また話変わって、コインランドリーにね靴洗いに行ったんですけど、コインランドリーってさめちゃめちゃ人来るね。なんか今更あんまり使ったことなかったからさ、なんていうの、気づかなかったけど、なんか行ったら必ず誰かに会うみたいなさ、コインランドリーすごい、そりゃなんていうの、あっちこっちにさ、なんていうんだろうな、コンビニの閉店した後とかにコインランドリー入ってたりとか、なんか気づけば、あここにもコインランドリー、あそこにもコインランドリーみたいな勢いでさできてるからさ、なんでだろうと思ってたんだけど、まああんだけ来るしね、あとやっぱ時間が早いよね、家庭用のあれとさ全然違う、乾燥までのあれが、だからあーやっぱすごいなーと思って、まあただすごいなって思っただけの話なんですけどね。うちもあれだね、また面白い、また変なこと言いますね、コインランドリー横にあったらさ、待ってる間にほら本とかなんかあるよね、本屋さんでコインランドリー横に作ったとかって、どこだったっけ、内地でしたっけ、なんか本州の方でなんかコインランドリーとカフェだったかな、なんか忘れちゃったけど、なんか書店だけじゃなくて横にそういうのをこう作ってやってるみたいなあって、あコインランドリーねーと思って、あんま使ったことなかったから、いろいろ思わなかったけど、いやコインランドリーの横本屋いいなって正直思った。行ったり来たりやっぱさ、なんかセットして、あ次なんか意外に短い時があるから、時間がだから、あどうしようっていう時にね、あいいんじゃないっていう、コインランドリー今頃コインランドリーいいですねっつって、もうコインランドリー飽和状態世間にいっぱいあるのに、こういうねビジネスチャンスに疎い人間がここにいますけど、いや面白いな、今度あれだね、その新しく市の建物の隣にできるから、その中にコインランドリー作ってくんないかなまた勝手なことを申しております。私が欲しいのはなんか横丁的な、いろんなそう面白いこまごました飲み屋がいっぱい集合してるような横丁的な場所と、あとはそのお晩のおかず買えるお惣菜屋みたいな、その横丁とかに入ってる、それでそこで買って飲んでもいいしみたいな、また飲む話してるんですよそういうね、はい、ことです。でもそんだけ飲みたいけどダイエットもしたいというわがままのね、なので久しぶりに私は今日は夜体重計に乗って現実を見据えてみようかなと思っております。頑張るぞそんなことばかり言っております。
ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。したっけね。美しい世界、回りくり。